高橋光雄君公明党の高橋光雄ですえ本日に至るまで医療従事者をはじめとする関係者の皆様のご尽力国民の皆様のご協力に心から感謝を申し上げます時間の関係上まとめてお伺いします総理先日コロナワクチンを接種されました先ほども痛みは感じなかった直後は何もなく本日も元気いっぱいだとおっしゃいました来月からいよいよ高齢者の接種が始まります ワクチンを打って安心した、今は問題ない、周りも安心している、だから希望する皆さんも打ってほしいと、明確かつ継続的に発信をしていただけないでしょうか。そして、ワクチンが普及するまでが本当の正念場です。特に感染再拡大防止のために、今後、鍵となるのは検査だと私は思います。そこでまず検査株 変異株の検査体制について伺います今回新規感染者の検査割合を40%程度に引き上げる方針を示しましたなぜ4割なのですか5割超にすべきという専門家もいます地元神戸市は6割全国一の規模で独自調査をしていますまたこれまで国立感染症研究所が最終的な確定判断をしていますが正確かつ タイムリーに感染動向をつかむ上では無理があると思いますさらに総数だけでなく推移も示していくべきだと思いますぜひオールジャパンでの検査体制を確立できるよう地方衛生研究所の検査強化大学や民間検査機関等との協力体制の法則方策を明確に示し必要な予算も手当てしていただきたいと思います 次に現場の声をぜひお届けしたいと思います。現在、変異株検査は通常の検査で陽性が判明した後、陽性者の検体の中から疑わしいものを抽出して行っています。その結果、後で陽性が判明したら、一度退院してもまた入院しなければなりません。その後、2回 PCR 検査で陰性確認がないと退院できません。実際神戸では現在 入院患者数が増加入院期間も長期化し病床占入率が7割から8割となっています同時に一度退院した感染者への説明や入院協力依頼など現場対応も非常に困難になってきています今後検査割合が増えれば同じことが他の地域で起こると思います神戸の経験を生かさなければならないと私は思います したがって、これからの病床逼迫を避けるためにも、変異株感染者の入院期間、退院基準の取り扱いなど、現場対応の指針を国として早急に示していくべきと考えますが、いかがですか。最後に、今月中の高齢者施設の集中的検査についても、国として現場での実施状況を検証し、財政面での継続支援を明確に示していただきたいと思います。この点 陥落外等のモニタリング検査も同様です冒頭総理そして大臣がおっしゃられたように国民の皆様の命と健康を守ることを第一に政府には引き続き全力で取り組んでいただくことを強く申し上げて私の発言とします菅内閣総理大臣私自身の青春の際には先ほど申し上げましたけど まあそれほど痛みもなく、その待機している間も、特段問題がなく、スムーズに終わったという印象でありました。また、この新型コロナワクチンというのは、国際的に発症予防、さらに重症化予防、こうした効果が期待されておりです、ね、まさに感染対策の決め手であるというふうに思っています。全ててのの国民の皆さんが安心をして接種できるよう 河野大臣を中心にさまざまな媒体を活用しながら、国民の皆さんに対して、正確な情報をできる限り幅広く発信しているところであります。正しい情報を丁寧に分かりやすくお届けし、そしてご理解をいただいて、接種しようと、そういうふうに思っていただいて、接種することによって、まさに感染対策の大きな決め手でありますから、そうしたことをしっかり環境をつくって 頑張っていきたいこのように思います西村国務大臣 お答え申し上げます変異株につきましては、ご指摘のように、あの神戸では6割、7割と、私どもの地元、表現の神戸ではやっておりますけれども、けあのそもそも陽性者の数が少ないところは、ですねもう全数もやりやすいわけですけれども、どうしても陽性者の数が多いところが、そこまでできないということはありますので、まあ、全国で40%程度に引き上げることをしております。あの統計的にはおそらく10%ほどやれば、ですね全体の傾向分かるはずなんですが、これは国民の安心の のためにで,す、ね、できるだけ引き上げていきたいという方針で臨んでいるところであります。ご指摘のように、知恵圏に加えて、民間検査機関、大学とも連携をしながら、オールジャパンで、これ、ゲノムの解析も含めてです、ね、取り組んでいきたいというふうに考えております。高齢者施設における検査につきましては、今月末までで集中的にこの緊急事態宣言を発出した地域については行うことをしておりますが、来月からさらに集中的、定期的に検査を行う方針であります。 またモニタリング検査も1日1万件程度、まずは目指して、場所を拡充しているところでありますけれども、状況を見ながら、特に変異株の状況なども見ながら、適切な場所を選定し、必要な数、量を確保していきたいというふうに考えております。 あと。